にちは、キング中村です。今回はダンベルを使って、バックランチというトレーニングのご紹介をします。まず動作の方からお伝えします。ダンベルを持っていただいて足揃えて立ちます。そしたら片方の足を後ろに大きく引いて体を沈めます。で、蹴って戻ります。同じ動作を繰り返します。後ろに引いて体を沈めて蹴って戻る。後ろに足を引いて体を沈めて蹴って戻る。これの繰り返しですね。はい。フロントランチと、働く部分は全く同じですね。前に出している足のハムストリングスとか大臀筋とか大臀四頭筋、あとは後ろに引いている足の腸腰筋や大臀四頭筋、あとは体を立てている腹直筋や僧帽筋というところが働きます。で、フロントランチと今やったバックランチの違いは何かといいますと、人は前に進むっていう動作に対してはすごく得意なんですけども、後ろに進むっていう動作に対しては不得意ですね。なので難易度がかなり上がります。後ろに一歩出して体を沈めてっていう動作というのは日常程度ではなかなかやらないので、こういった難易度の高いトレーニングをすることによって新しい刺激が入って体が発達していくというのが狙いですね。で、注意しなければいけないのはフロントランチと同じで前足が90度になるようにしてください。ここの角度ですね。この角度が90度になるようにしてください。で、つま先と膝が正面向いた状態ですね。こうならないように、あとは上半身が丸まっちゃったりとか後ろに反りすぎちゃったりしないように真っすぐですね。ビシッと真っすぐ作って、動作を作ってください。膝や腰っていうところにストレスが入りやすいですね。ポンプずれてしまうと膝痛めたり腰痛めたりしちゃうので、しっかり体を立てて90度にして真っすぐにして動作をしてください。で、後ろに一歩出すんですけれども、気持ちちょっと大きめに引くことによってちょうど90度で膝が曲がっていきますので、フロントランチの時よりも大きく引くイメージで、バックランチしてみるといいかと思います。